あ、なんかいるわ、いるわ。どこに行ったの、どこに行ったの。あ、いたわ。はい、ありがとうございます。橋部です。今回もスプラトゥーン2やっていきたいと思います。で、今回はですね、ガチエリアの方を北斎でやっていきたいと思います。で、ギアは前回のね、ヤンキー JK のギアです。サブインク効率モリモリのギアで今回もやっていきたいと思います。はい、というわけで1戦目はガンガゼ野外音楽と、で、これ勝てばおそらく A マイナスになりますね。武器は光ってますね。非常に調子がいい。今何連勝ぐらいしてんだろう。多分相当連勝してますね。さすがに B 対地は負けんぜよ。あれ、そう、あのね、最近マップを見るようにしました。まあ今更かよっていう方はいるかもしれないんですけど、やっぱ北斎ってはっきり言って正面突破は難しい武器なんですね。ね、左いるな、これねえかな。正面突破が難しいので、できるだけ敵の横からとか後ろからとか敵の隙をついて殴りに行かないと打ち勝てないので、マップを見るだけで最初のね、敵の初動分かるんですよ。例えばまあ裏に1人いるなとか分かるので、そういうの把握しつつやっていくのが重要かなと思います。で、初動さえ成功しちゃえばあとは塗りまくってね、なんだろう、機動力上げれれば潜伏できる範囲も広がるしみたいな感じ。言いたいことわかるかな。ちょっともう自分でも何言ってるかよくわからなかったね。あー、やんジェットパック相変わらず下手くそっす。1人やり、もう1人やりないか。で、ここに1人いるんだよな。こっちか、当たった。ちょっと逃げられたな。無理ー。じゃ、さっきの話の続きをしよう。初動が大事ですね。とりあえず初動が、特にガチホコとかだとね、一番最初に敵を何体落とせるかが非常に重要になってくるので、やっぱマップはね、最初だけでもちゃんと見て、何人ね、何人つか、まあ裏取りに来てるやつがいるのかいないのかとか、正面に何人いるのかとか、ある程度把握できればまあ対処の仕様があるので、でもその対処に成功すれば敵がね、たくさん落とせて、で、まあガチエリアだったら、まあ敵のねリスポーン付近まで塗る。まあリスポーン付近はもおるけど、エリアよりちょっと奥側のね、敵側の方の陣地も塗って、まあ、塗りを広めて行動範囲を広げられる。で、まあ行動範囲を広げられれば潜伏のしやすさにもつながってね、で、まあそれが結局敵の隙をつくことにつながるので。あ、いたわ。いたわ、まだ生きてたんだ。倒したって出たから、そいつを倒したのかと思ったら、多分ボムかなんかで倒したんだな。まあそんな感じ、ちょっと。あんまり言いたいことがまとまんなかったんですけど。まあ、とりあえず初動はマップ見た方がいいかなと、個人的には思いますっていう感じですね。はい。ほんと、ホコとかだと最初に敵3人落とせたら、相当押し込めるので、奥までね、カウント進められるので、ホコ、とか、あとエリアもかな。結局もうなんだろう、塗れば勝てるので。塗れば潜伏できる範囲も広がるし、敵のね、隙をつくことができるので、うん、塗ることは非常に重要だと思います。さあ、サクッと A マイナスに上がってしまったぜ。まあ当然じゃ当然だけどな。やっぱ武器光んないんだね、ランク上がると。また A 隊で練習しないと僕の武器は光らない感じですね。絶対行くぜ。あー、多分左に1体行きますね、これ。多分。いや、来てる来てる。もうすでに上にいるわ、真上にいるわ。誰かやって。どこ行った？左来てる？あー、でも降りてるっぽいな。いるかな？いないわ。おらんかったぜ。でも押し込んでるね。なんかいますぞ。どこ行った？北斎。こうやってやっぱね、横からとか敵の後ろからとか隙をついて殴るのが北斎は強いと思います。逆にもうそれ以外だと弱い。正面突破とか絶対できないので。狙われてるんだよな。あ、今殴り続ければよかった。倒せた、ラッキー。一
なんかいるぞ、ここに。ロボットボムで敵を下ろしていく。ここら辺にいるぞ。いやー、まあきついっす、あんまきついっす。ランプ邪魔。ライトに突っかかったわ。敵のジェットパック、左に入れな。いや、ちょっと固まりすぎじゃね？固まりすぎじゃね？一箇所に固まっちゃいかんぜ。どうしよう、あ、入れな。これやるわ。オッケー。オッケー。危なーい。こっちか。ほい。やったぜ。今のナイスヒット。もういない。雲邪魔。まあ、勝ったんじゃないか疑惑。ここに一人いるぞ。あ、北斎がいたのか。全然違うやつ見てた。シューターどこ行った？あ、上にいるわ、今。止められちった。すまんな。いや、北斎見れてれば、よかったんだけど。ほんと、北斎は潜伏もん勝ち。潜伏して敵の横から突っついたもん勝ちなので。ちょっとこれ無理だな。ブイブイやめなさい。逃げまーす。ナイスー。やっぱボムは偉大だな。投げとけば勝てる、それがボム。やったぜ。敵なんだ今。ナイスー。あ、なんかいるわ。やるわ。どこに行ったの、どこに行ったの。あ、いたわ。あ、ちゃちゃ見てる。ナイスインクアーマー、ナイスインクアーマー、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいインクアーマーに拍手。拍手喝采。痛い。まさかの置きボムかよ。全然気づかなかった。段差で見えんかったわ。っていう言い訳をしつつ、カウントはリードしてるけど、油断は禁物な状況。奥さえそこにいますね。まだいるでしょ、ほら。いやー、今の無理か。ここにいますよーっていうサイン。カウントリードされそう。ナイスストップ。ちょっと遅かったな。まあいいや、ノックアウトするつもりでやろう。多分いけるっしょ。敵さん落ち。で、そう、俺ね、まだなんかその上のイカマークを見る癖があんまりついてないんだよね。もっと意識しないと。あれ、逃がした。危な。ナイスん。つかカウントリードしてんじゃん、余裕やんこれ。塗りまー、塗りまー、塗りまー、なんか今やりまー、やりまーせーん。逃がしたぜ。あー、それ強い。ナイス。よく俺の着地地点分かったね。着地地点に、カミカミ。着地地点、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 うん。俺のよくね、ジェットパックのね、着地地点に、ハイパープレス当てれてたな。なんで分かったんだろう。まあ余裕っすね。うん。うん、そんな余裕でもなかったけど。若干危なかったけど。まあ味方のおかげだな、多分今のは。さあ続けていきましょう。あ、ちょっとロブホイップ食ってくるわ。さあ、まさかの3回連続でガンガゼですね。さあ勝てるか。エリア一番苦手だからな。まだガンガゼはいい方かな、個人的には。あー、左いるね。多分左が一体かな。あれは来てるわ。来てる来てる。ナイス味方。いいぞいいぞ。ナイスしとこう。なんかよくさ、あそこでインクを途切らして歩いてこっちに来る敵いるんだけど、正直あそこまでインクを伸ばしちゃったらもう分かるから。あんまり意味ないと思うんだよね。塗るのか塗らないのかはっきりした方がいいと思われ。いるな。ナイス。ウエストアンマーか。まあ、どの道今のアンマーなくてもやられてた気がするけど。
今突っ込まなきゃよかった、失敗。あ、でも塗られてねえな。ナイス、加工。登れない、登れない。ジェットパック貯めたいな。あ、上にいるんかい。右のスプリンクラーこうします。あー、死ぬ、危ねえ。ナイス。このなんか謎のスピーカー的な物体に助けられて今。あー、無理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 、危なすぎー。あー、死ぬのそれ。今多分あれだね、ジェットパックの爆風プラスノバで死んだな。いないじゃん。うんうん、ナイス加工。いるかな、いなーい。つか敵一人落ちてんじゃん。寿司落ちとるわ。またもや回線落ちを引いたのか俺は。なんか動画撮ってる時しょっちゅう敵が回線落ちするんだけど、どういうことこれ。そこか、スプリンクラー投げた犯人。やりー、敵が3体ならまあ余裕やな。相打ちー、勝ったね。いやー、なんか知んないけど回線落ち多いな。なんで？しかも動画撮ってる時だけなんだけど。逆に動画撮ってない時は自分の方が回線落ちすることの方が多いね。自分つか俺自身じゃなくて味方ね。逆に3対4になることの方が多いかな。なんか動画撮ってる時だけやたら敵が回線落ちするわ。まあ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 、ラッキーと言っていいのか際どいけど。というわけでね、今回はこの辺で締めたいと思います。エリアはまあ頑張れば S 行くかな。ちょっと際どいけど、 S プラスが多分結構時間かかると思うんだよね、苦手なので。まあ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 、またね、次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくねー。